皆さん、はじめまして。今回は福岡ジャズ会のために、個人でサービスを開発、運営して学んだことというタイトルでお話しさせていただきます、平田大輔と申します。よろしくお願いします。早速、本日のざっくりした流れなんですけれども、私の実際に開発しております、中洲ジャズアプリというサービスの事例を使いまして、運用面、 DX 的な側面についてお話しさせていただきます。よろしければ最後までお付き合いくださいませ。発表の前に簡単に自己紹介させてください。あの福岡市内の株式会社アバンテクニカというシステム会社で勤務しております、平田大輔と申します。直近では LINE プラットフォームを使ったあの自,社サービス自社サービスですね、こちら開発しておりまして、技術的にはこちらに書いてあるような。あの 技術スタッですねこちらを利用ししてて実現しておりますまたあの、IT 系のですね技術系の新人研修の講師業というのも行わせていただいています。そしてあの、趣味でジャズボーカルしておりまして、アマチュアジャズボーカルとして福岡市内で活躍しております。それでは早速、中洲ジャズアプリ、こちらのお話しさせていただきます。突然ですが、皆様は、 あの福岡の中洲というところはご存知でしょうかこの角度の風景はですねさまざまな場所で使われますのでもしかしたら見たことがある方も多いかと思います歌舞伎町すすきのですかねに続く日本三大歓楽街ですねの一つとして福岡でも非常に有名な場所になりますその中洲の路上で行われる 野外ジャズですそれがナカスジャズというイベントになります。今年で11年目を迎えまして、公式発表では約10万人規模と言われておりまして、まあ、芸能人も多数来るようなあの、主にボランティアベースで運営されているイベントになります。こちらはですね、あの実際に私が撮影してきたあの写真の一部になるんですけれども、 大通りのですね、もう本当、こう、真ん中に複数のステージがこういくつも立ち並んで、の目の前でビッグバンドであったり、その、まあ、ジャズの生演奏ですね、を、まあ、直接触れることができるというイベントになっています。私自身もですね、あの、ジャズの場でボーカル活動しているのもありますし、あの、イベントをですね、毎回楽しませていただいています。 まあ街な中の,ですねあの中洲の至る所でこう地元ミュージシャンが演奏しております。まあ、このようにですねあの全国でもなかなかないあのミュージシャンとの距離がこう非常に近いですね素敵なイベントになっております。はいそんなですね中洲ジャズという素敵なイベントのために作成したサービス、それが中洲ジャズアプリ、過去非公式ですねになります。 もしよろしければですね、あの、Web a p の公式サイトであったり、あの、イベントのリンクのところにですね、あの、中洲ジャズアプリの友達追加リンクを貼っておりますので、手元で触って、触りながらですね、聞いていただけると幸いです。では、どのようなものか、簡単なデモをさせていただきます。画面をデモに切り替えます。お願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。切り替わりました。 まあこういったですね、これ、リッチメニューからリフが起動して、リフ上で動いているものになるんですけれども、地図とタイムテーブルですね、同時に表示して、なんだろう、イベントをですね、現地で、中洲に自分がいる際に、現地でイベントをこう巡回するのに特化するというようなあのまあシンプルなアプリとなっております。動きとしては、このような感じですね。 地図とタイムテーブルがこう連動してという形ですね。はい、以上となります。スライドにまた戻ります。切り替えお願いしてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それではですね、えっとまあ、なぜ作ったのかという話をですね、まあ、進めてまいります。はいあの、最大の理由はこちらになります。 イベントの当日に公式サイトがダウンするという、まあ、なかなかあの、まあ、キャッチーな理由になってしまうんですけれども、まああのまあ、中洲ジャ運営の方にはもう大変に本当に申し訳ないんですけれども、これは毎年何とかしていただきたいなと思っている、まあ、致命傷だと思っている、まあ、話だと思っております。で、まあ、イベント当日に 公式サイトがダウンするというまあことなんですけれども、これのまあ弊害なんですけれども、何がどこで行われているのかわからないっていうのがまず1点ありますし、ということは、ミュージシャンの名前もわからない、誰が何をやっているのかわからない。となると、やはりこうまあ行かなくてもいいかな、なんとなく行こうかなと思っている人たちにとっては、行かなくてもいいかなっていう方も増えてしまう理由の1つだと思っております。 で私自身はその、まあ、ジャズ好きではありますので、中、ま、洲、あ、ジャズというイベントを通して、ですねジャズをこう普及するという、まあ、絶好の機会でもあるんですけれども、まあ、その機会損失にもなって、ちょっと悲しいなというふうには思っています。またですね、まああのまあ、福岡の方々にとっては、恒例の風物詩となってますので、まあ、常連のイベント参加者たちは、ですねもう事前に画像を保存して、もう行くというのが、 イベントに行くというのが、何も言わずにそうやっていくというのがあの当たり前の動きとなっております。というわけで、ですねこれはもうなかなかいろいろともったいないので、私自身がまあプログラマであるっていうのもありますし、これは作ってしまおうと思ったのが、こちらを作成した動機となります。それではですね、なぜ LINE で作ったのかというお話をさせていただきます。 これはもう完全にあの私の個人的な理由になるんですけれども、LINE とスマホアプリを比較したらどうなるかっていう議論は、議論というか比較の話ですね。これはあのネットの至るところで見ると思います。あのデモであの、まあ、スマホアプリ版を見せることはなかったんですけれども、実はあの、まあ、今年は LINE 公式アカウントで作成したんですけれども、まあ、去年まで、以前はですね、もう6年、4年、5年、6年ぐらいは、あの 中ジャズアプリということで、Android アプリと iPhone アプリ、両方ネイティブ、それぞれネイティブでですね、作ってリリースしておりました、うん。で、それとまあ、ほぼ同じ機能のものを今回、公式アカウントで作ってみたんですけれども、まあ、実際ですね、スマホアプリと比較したら、ネイティブアプリ版と公式アカウント版、一体、まあ、どんなふうな感じになるんだろうな、結果どうなるんだろうなっていうのを、 自身でこう体感しててみたたかったっていうのがまあ,大きな理由でありますあとは LINE プラットフォームの開発ですね。あの実際に仕事でこの2、3年はあのミニアプリだったり、リフボットの開発に携わっておりますので、それに慣れているというのもありまして、試してみたかったという理由になります。それでは、実際どうだったかという話ですね。内容をですねあの大きく3つに分けました。 上からですね順番にこう深掘りしてまいりますますずはあの過去のスマホアプリ版との比較ですね。はい具体的にはこのような数字となりました。スマホアプリ版、これ去、年去年というか、前回実は2019年になるんですけれども、2019年の,あのまあ中洲ジャズアプリ、スマホアプリですね。 Android 版、iOS 版の合計ダウンロード数が約500前後というまあダウンロード数なになっておりました。で、LINE 公式アカウント今回はあのまあ実際今友達登録者数が何人になっているのかな。まあ今日もし登録してくださってる方がいらっしゃったらもう少し増えているかもなんですけれどもあの188名昨日の時点でですねまあそういう数字になっております。 なんか、スマホアプリに比べると、実際、半分以下の数字になってしまったので、正直、もうちょっといくだろうな、とも楽観視して考えていたので、自分的には少し予想外でした。それではですね、なぜスマホアプリよりインストール数が少なかったのか、という理由ですね。こちらをまあ自分なりに考察分析をしてみました。まあ、理由ですね。 まあ大きく3つに分けてみました。まあ、イベント参加者が少なかったということと、インストール拒否層の存在と検索性が下がった。あのまあ、1番、2番は正直どうしようもない話だったんですけれども、3番はあの、まあ、かなり対応できる話だったかなと思っています。では、あの1番と2番の説明を先にいたします。イベント参加者が少なかった話。まあ、これはまあ正直あの、まあ、今回、 自分が作ったこと、スマホアプリとの比較とか、その辺には関係ないかもしれないんですけれども、ああダウンロード数が少なかった理由の一つとしては、福岡市内で同時にイベントがあのまあ多数ありましたと。毎年こんなに重なることはないんですけれども、今年はそうですね、これ一番上のまあ北条屋と呼ぶんですけれども、博多三大祭りの一つと言われておりまして、毎年、 ものののすすすごい数の人があの、まあ、参加する博多おお祭りりになっておりますでそのお祭りがこの中洲ジャズの週末に思いっきりこう重なってしまうっていうのはなかな毎年こうずれてはいるんですけど今年は重なってしまったっていうのもありまして同時刻に開催されているその、まあ、中洲ジャズとしてはあこれはなかなかお客さんを奪われてしまう、まあ、理由の一つになったのではないかな。 分散する理由の一つではないかなというふうに私の方では思っております。あともう一つ、まあ、こちらはもうどうしようもないんですけれども、まあ、最大の理由でもありますね、あの台風の直撃です。あのまあ、災難なんですけれども、結果的に1日目はまあ無,理無理やりではないんですけれども、様子を見ながら結構、まあまあ、あの事前アナウンスでは、まあ、 様子見ながら雨が降ったら中止にしますというアナウンスが流れながらの様子を見ながら結構が1日目で2日目はもう完全にストップで、まあ、配信のみというスタイルですねでイベントはあの行われました、まあ、これはどうしようもなかったんですけれどもまあ,あの中洲ジャズ自体は県外の方も非常に多いイベントで、まあ、その県外から来られる方っていうのは、まあ、それが理由で 今回全部来れなくなった、ちょっと壊滅的になったんではないかなというふうにあの私の方では思っております。はい、そして次にインストール拒否層の存在というですね、ちょっとあのネガティブな話になるのであの、ここで話をするべきか悩んだんですけれどもあの、実際にこういう方がいるという事実だけお話しさせてください。あのもしかしたらですね、 あの毎年、中洲ジャズアプリといえばスマホアプリだということでスマホアプリ,スマホアプリ版じゃないと嫌だっていう方熱狂的なファンがですね <laughs> いらっしゃってその期待を裏切ったからなのかもしれないんですけれどもあの十数名の方からですね SNS 上であ,のまあ,あまり良くない表現ですねうんああまあ口にあまり出したくないんですけれどもまあな,んなんで LINE なんですか。 LINE ならインストールしませんというふうなですねあの非常にネガティブな発言でですねあの直接言われるということがありました。これは完全に予想外でした。そして3つ目検索性が下がったこと。こちらがメインの理由だと思ってます。まずですねあのご存知の方も多いと思うんですけれども、LINE の友達追加はですねあのオフィシャルアカウントマネージャーで作成される QR コードとリンクの2つ、まあ、どちらからか行うと思うんですけれども、もしリンクなど知っている場合ですね、これは特に問題なく友達追加できるんですけれども、それ以外の場合、知らない場合ですね、これはどうしたら友達追加できるんだろうというところになります。例えば、ブラウザで検索すると、中スジャズで検索すると、スマホアプリだと上位に出てくるんですよね。その プレイストアであったり、アップストアの検索結果というものが上位に出てくるので、まあまあ検索結果というか、まあ、対応検索に対応できていると思うんですけれども、LINE 公式アカウントは残念ながら出てこないです。で、たどり着けないですね。もしですね、その公式アカウントの ID を知っていれば、LINE 内検索というものを使えますので、まあできないことはないんですけれども、 これは性質が、性質が少し違いますので、まあ置いておきます。つまり、こう、何とかして検索性を上げなきゃいけないという話になります。では、どうすればいいかという話なんですけれども、これはもうウェブのマーケティングの基本になってくるんですけれども、ちゃんとしたね LP、ランディングページを作って、あの、w あの事前に用意してですね、で、SEO などを頑張って、検索上位に来るように頑張りましょうと。 これが一番大事であったかなと思ってます。正直これはあの、私の方は何もしてなかったので、あの、まあ、これをやっていれば、もう少し結果変わったかもしれないなというふうには思ってます。あともう一点があの、公式アカウントの特性を理解した施策を行いましょうというところで、これ何かというと、うんと、例えばですね、よくある、あの、まあ、 街中にある、まあ、唐揚げ屋さんであったり、まあ、なんとか屋さんであったり、まあ、そういうじ実店舗があるところですね。実店舗がある場合は、まあ、そこの公式アカウント、まあ、検索する方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、もし検索しない場合、検索できなかったとしても、まあ、お店のファンであれば、来店時に登録しますよね。お店に行って、そのお店の レジの横に並んでいる友達追加の、まあ、QR コード読んで追加する。まあ、こういうことをやると思います。なので、まあ、検索できなくても友達追加のルートはあるんですけれども、今回のような中州ジャズのようなあの固定店舗のないようなですね、まあ、ものになりますと、まあ、検索できないとたどり着くルートがないので、まあ、なかなか難しいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、つまり、まあ、検索性を上げるためには、まずは、あの LP などですね、ちゃんとしたものを作って、SEO 頑張りましょうというところだと思っております。あとは最後、お願いというか、願望なんですけれども、ブラウザから公式アカウントですね、直接検索できるようになれば、LINE 様、よろしくお願いしますというところであります。はい、次にですね、開発公開が楽だったという話に入ります。 こちらもまあスマホアプリとの比較にはなるんですけれども、まあ、ウェブアプリだったということもありまして、まあ、開発、審査、更新、公開、まあ、この辺が全て楽でした。非常に楽でした。正直な、まあ、実際の開発の工程で考えると、中洲ジャズアプリについては、実質3日かか,かからずに、これぐらいのリリースができたという形になります。これは正直、LINE がどうこうというよりも、 あのウェブアプリの特性という話にはなると思います。えー、っと、それではですね、少しだけまあ、ちょっと時間があれなので、駆け足になるかもしれないんですけれども、あのちょっと開発関連の話でですねあの、業務改善であったり、DX に関係しそうな話、少しだけお話しさせてください。画像を見ていただけますでしょうか。 これですね。あの、中洲ジャズアプリのタイムテーブルの話になるんですけれども、この赤枠のところですね。これ実際公式サイトのデータを表示しているんですけれども、どうやって作ったんだろうねっていう話ですね。実際の公式サイトはまこのようになっておりまして、サムネイルであったり、ミュージシャンの名前であったり、クリックしたら詳細ページに飛ぶであったりっていうところなんですけど、それをうまいこと取り出して、 今回はまあアプリに組み込むという意味で、こんな JSON に書き換えまして、作りましたよっていう話です。じゃあそれどうやってやったのっていう話なんですけれども、これはまあスクレーピングという技術ですね。今回のイベントはあのプログラマー以外の方もですね、多く参加されてあると聞いておりますので、簡単に説明させていただきますと、一言で言うと、ウェブサイトの特定の情報をプログラムで取得する。 という、ざっくりそんな感じだと思っていただいて大丈夫です。じゃあ、そんなプログラミング、そんなことやろうと思ったら、プログラム大変そうだと思うとは、まあ、普通はそうだと思うんですけれども、実はですね、中洲ジャズの場合は、全くプログラム使ってなくて、実はスプレッドシートだけで実現しております。スプレッドシートにはですね、ご,ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、 あのこのインポート XML 関数というのがありまして、これを利用するとですね、これ、もう中洲ジャズの公式サイトのリンクをまあインポート XML に設定して、この要素をくれという設定をするだけで、今ここにスプレッ表示されているスプレッドシートが完成しております。もし興味がある方はですね、インポート XML スクレーピングというワードで検索していただけると、もう解説記事がわーっと出てくると思いますので、ぜひぜひググって試してみてください。 で、まあ、あのお話した通り、中洲ジャズアプリはそのように作っているんですけれども、まあ、スクレーピングについては、あのプログラマじゃない方もぜひ挑戦していただきたいです。ノーコードツールやローコードツールも今はもう非常にたくさんありまして、もうブラウザでですね、ポチポチするだけで、あの今のこと、今の私が実現したようなことを、まあ、データを取得するようなことをですね、できるようなツールがたくさん存在しますので、ぜひぜひ、あのまあ、 この辺はもう本当業務改善 DX につながるところだとも思いますので、ぜひぜひ試してみてください。はい。少々脱線しましたが、話に戻ります。あの、運用時のあれこれなんですけれども、私が気になったのは、まずこれでした。トークルームに話しかける人の存在ですね。あの、公式アカウントを運営するまで、なかなか気づかないことだと思うんですけれども、 話しかける人って一定数いらっしゃるんですよね。で、私の場合、これ完全に何も考えてなかったので、何も返さないというか、無反応の設定にしてたんですけれども、後々これを見てびっくりしてしまって、あの、まあ、失礼な応対してしまったということですね。気づきまして、こっそりと、あの、チャットモードに切り替えて、あの、直接対応を何人かとさせていただきました。これは忘れてはいけないことだなと考えております。 次にあのプッシュですね。プッシュはですね、も、ま、う、あ、本当悲しい話なんですけれども、送信すると、数名にブロックされてしまいましたあの。内容は全然広告でもなんでもなく、中洲ジャズの2日目は台風で中止になりますよっていう、まあ、アナウンスなんですけれども、それをですね、もう送った直後にですねあの、ブロックのグラフがピュンとこう上がりましてあ、これはなかなか。 開発,開発者としては心にくるものがありました。ということで、まとめに入ります。中洲ジャズアプリではまあこのようなことを学べました。LINE を導入すれば、無条件に導入率アップという言葉はまあちょっと違うかなと思います。まあ、条件がありまして、例えばまあ公式アカウントの特性のちゃんと考えた施策をしたり、検索性をちゃんと上げたり、そういうことをやれば、 もちろん導入率アップになるでしょうねというのはあると思います。あとは、まあ、ユーザー、ユーザーさんのケアですね。ちゃんとあの応答については、ちゃんと行いましょうということと、プッシュ通知を送るのであれば、あの内容には気をつけて、心折れないようにちゃんとやりましょうということになります。それではですね、あの最後になるんですけれども、あの、私自身は、あの、まあ、業務では、今、現在はミニアプリの開発で、 公開していないボットなども含めると、まあ、LINE 関連では20以上はもう作ってはいると思うんですけれども、その複数サービスを,複数サービスを開発してですね、まあ、経験していること。これはもう LINE さんにこびるわけでも何でもないんですけれども、あの開発プラットフォームとしての LINE は本当にお勧めします。特に、まあ、個,人個人サービスですね。それはもう本当にお勧めします。 ユーザーが試しやすい、試してもらいやすい、触ってもら,もらいやすいというのはもう,もう本当に正義だと思っています。それでフィードバックがたくさんもらえるというのはもう一番良いですね。で、またですね、LINE とユーザーと直接やり取りするようなサービスですね。これもまた非常にやりあの相性がいいかなと思っています。もしですね、そのような開発をする場合であれば、なんだろう。 いきなりウェブアプリを作るでもいいし、スマホアプリ作るでもいいんですけど、であれば、LINE 公式アカウント上で動くウェブアプリ、リフ f であったり、ミニアプリであったり、それを拡張したまあボットですね。というものをまあ初手でまず作ってみて、まずはインストールしてもらって、使っていただいて、フィードバックもらって。で、それをやっていく上で、LINE 関連の制限がだんだん厳しくなってきたなと思ったら、 まあスマホアプリへ、スマホアプリへシフトして、大規模な、もっと自由度の高い開発にしていくというのも、流れもありだと思っております。はい。というところでですね、申し訳ありません。途中、駆け足になってしまったんですけれども、こういったところで私の発表を終了いたします。あの今回学んだことをですね、次回の中筋ジャズ、来年もきっとあると思いますので、台風が あのぶつからないことを祈りつつですねまあその中津シャツに向けてであったりまあ今後のサービス運用にですねそれぞれ活かしていこうと改めて感じておりますあのレブアップのイベントはですねあのまあ本日これで終わりではなくてまだまだ続きますしいろんなチャンネルもありますのであのぜひぜひですね他のセッションとイベントをですね楽しんでいただけたらと思っております はい。ということでですね。あの、それでは皆様、あの、長い時間、ご清聴いただきありがとうございました。